どうも、宅飲み場竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日はスコッチを飲みます。こちらです。モンキーショルダー、有名ですよね。ご存知の方多いと思います。モンキーショルダーは700ミリの40度、値段的にはネットで2800円から3000円ちょっとぐらいで買うことができます。モンキーショルダーは、ブレンディットモルトウイスキーになります。どういうことかというと、モルトウイスキーのみでブレンドされた、ウイスキーですね。はい。そして、名前の由来は、大麦を、精麦の時に、フロアモルティングって作業があるんですけど、大麦をフロアに広げて、それを定期的にこうスコップでかき混ぜるんですね。それをされる作業員の方が肩が痛くなるという、そういう現象をモンキーショルダーと呼ばれていたそうで、それをだから精麦人の苦労を思いやって作った名前ですね。でここに猿が3匹ボトルに飾られてます。これも可愛いですよね。はい。そしてこちらモンキーショルダーはブレンディットモルトウイスキーです。どこのモルトが使われているかというと、グレンフィニック蒸留所、それとバルベニー蒸留所、それとキニンブイ蒸留所、この3つの、蒸留所のウイスキーのみでブレンドされているブレンディットモルトウイスキーです。はい。では早速開けて飲みたいと思いますが、ちなみに、ブレンディットモルトウイスキー、ブレンディットウイスキーということで、ブレンディットウイスキーとかブレンディットモルトなんですね。今更っていう話なんですけど、分かり慣れてる方がほとんどだとは思うんですけど、簡単に説明しますと、いわゆるブレンディットウイスキーっていうのは、いろんな蒸留所のモルトといろんな蒸留所のグレーンウイスキー、これを混ぜて作るのがいわゆるブレンディットウイスキーになります。でシングルモルトっていうのは、一つの蒸留所のモルトだけを使ったものがシングルモルトウイスキーですね。でシングルグレーンも同じで、一つの蒸留所だけのグレーンウイスキーを使ったものがシングルグレーンウイスキーになります。でブレンディットがさっき言った通り でこちらブレンディットモルトっていうのは、いろんな蒸留所のモルトだけをブレンドして作ったものがこのブレンデッドモルトウイスキーになります。日本でいうとね、ピュアモルトとかあの辺もそうですよね。今ピュアモルトっていう言い方はあんまりしないのかな。でバッティットモルトとも言いますけど、ブレンディットモルトっていうのが一般的な言い方です。はい。では早速開けます。ではまずストレート入りました。いただきます。香りから甘い柑橘系の香りです。はい。ではいただきます。おー、美味しい。飲みやすいですね。柑橘系の感じと青りんごの感じが感じられます。あー、飲みやすい。これは美味しいウイスキーですね。これはいいな。すごくリンゴ、の感じがします。これは美味しいですね。割とそしてライトな感じです。そんなに後引く感じでもない。なるほどなるほど。面白いですね。モンキーショルダー、ブレンデッドモルトスコッチウイスキーって書いてありますけど。これは飲みやすいですよ。はい。では加水をしてみます。香りからもリンゴの感じがしてきました。美味しいですね。そしてリンゴとかフルーティーな感じがした後に、甘い
お菓子のような感じがきます。でも余韻はそんなに長くなく、すっきり切れる感じかな。これはすっきり系のウイスキーとしてはなかなかおすすめの一本じゃないかなと思いますね。ではちょっとロックいただきたいと思います。はい、ではロックワンショット入れます。なかなかね、有名なウイスキーではあるんですけど、僕もなかなか飲む機会がなくて、飲んだことなかったんですけど、こんなに美味しいとは思ってなかったんで、なかなかにおすすめのウイスキーかなと思いますね。はい、値段的にもね、2800円から3000円程度っていうことなんで、買いやすい程度かなと思います。はい、いただきます。冷やされると甘みが先立ちますね。これは、モルトウイスキー初心者の方にうってつけの、入門編としてどうでしょう。これは美味しいですよ。嫌なところはないです。これはちょっとおすすめだな。ロックになると冷やされて香り自体は抑えられてはいるんですけど、味わいが甘みが前面に出てきて、なかなかに美味しいロックに仕上がっております。はい、美味しいのであっという間に飲んでしまいますが、ではではハイボールも作りたいと思います。はい、ではハイボールをワンショット入れます。これはハイボールもかなり期待できるような感じですよ、味わい的に。はい、ではハイボール入れました。いただきます。リンゴの香りが引き立ちました。はい、美味しいです。めちゃめちゃ飲みやすいです。これは本当にあまり普段ウイスキー飲まない方にもうってつけのウイスキーじゃないかなと思いますね。ハイボールにするとこんなに飲みやすいとカパカパいってしまって危ない系かもしれない。飲みやすすぎます。美味しい。はい、ということで今日の宅飲みバーはこちら、モンキーショルダーを飲んでみました。モンキーショルダーね、グレンフィディックと、バルベディとキニンブイ、こちら3カ所の蒸留所のモルトウイスキーをブレンドしたものとなっております。ちなみに3カ所とも、スペイサイドですね。非常に飲みやすいスッキリ系の、柑橘系とリンゴの青リンゴの感じ、あとはお菓子の感じ、洋菓子の感じが後から来るような、非常に飲みやすい、ハイボールにすると本当に飲みやすすぎてカバカバいってしまいそうなぐらい飲みやすいウイスキーでした。おすすめです。値段も2800円から3000円、そこまで高くありませんので、1本常備されてもいいのかなと思うようなウイスキーでございました。はい、ということで宅飲みバー竹雄では毎日こうやってお酒に関すること、いろんなお酒のレビューをしたり、いろんな企画をやったり、情報発信をしたり、飲み比べをしたり、いろいろお酒で遊んでおります。365日毎日配信でやっておりますので、お酒好きな方でチャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録していただいてお酒飲みながら見てください。はい、では今日の宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。